再来年秋の完成に向け再建工事が進んでいる首里城。先月には513本の柱や梁などからなる正殿の基本構造が組み上がり、木材を使った屋根の工事を終えています。木曳式以来1年8ヶ月ぶりに首里城正殿を視察した玉城知事は、工事の進捗状況や県が調達した木材や製作物について説明を受けました。見せる復興を多くの方々に見ていただきながら、完成を心待ちにし、そして、完成した暁には我々の首里城、割った首里城という思いで叶させていただきたいと、愛していただきたいというように改めて思いました。このほか玉城知事は改修工事を行った水務医館などを訪れ、公園全体としての観光の魅力を PR しました。